皆さんこんにちは。今回は夏のチリのプエルトバラスからお届けします。湖沿いでバンライフしたり、いざパタゴニアに行くための準備を進めていきます。食料を買ったり、体をメンテしたり、何かと問題がある車を強化して大自然パタゴニアへ向かっていこうと思います。夜旅サンティアゴから南下して1000キロ、1ヶ月ほどでプエルトバラスに着きました。19世紀にドイツの移民が来て作られた町、そのためヨーロッパのような景色が広がる湖のリゾートです。冬は雨が多いので12月から3月がベストシーズン。大自然が広がるパタゴニアへの玄関口でもあり、アウトドアの拠点の街でもあるので、いろいろなアウトドアショップが見られます。ここでパタゴニアに行くための準備をしていきたいと思います。そして海のように広いジャンキウェ湖に到着。夏は湖の周りでキャンプしたり、富士山のようなマウントオソルノを見たり登ったりして、みんな過ごすそうです。これは川、湖なんです。チリは南下してくると涼しくなってきて、外でパソコン作業もできちゃいます。何もせず、ただ湖沿いでのんびりできる場所です。パンでお昼ご飯を作ります。ルーパちゃんをドン、すごうわドン、実は飾りムルルーサちゃん、すごい完成。市場で買ったメルルーサちゃんと、あのバリディビアで買ったパンで、あとはセロリとアボカドとトマトとオリーブとマヨネーズが入ってる美味しいサンドイッチです。これはね、めちゃめちゃうまい。中目黒で食べたフィッシュバーガーよりうまい。中目黒のフィッシュバーガーに勝ちました、ちょっと私たちの車さ、バンライフ始まったんだけどまだ紹介できてないから、ルームツアーをしようかなと思うんだけど、いいね。夕方になると隣でバンライフしていたおじさまたちがチリ式バーベキューアサードを始めました。いろんなお肉を豪快に焼いていて、とってもいい匂い。食べてみたかったのですが勇気がなくて聞けませんでした。ここはケンちゃんラーメン食べたいということで。マジっすか。中華風ラーメンです。一応上がり、いただきましょう。肉が一つも入ってないよりご飯でしたが美味しかったです。いつかアサードをやってみたいな。本日はこれにて終了。おやすみなさい。あ、出張デサイユノです。出張デサイユノ、出張デサイユノです。今日はパンをお持ちしました。ありがとうございます。あとはいただきます。デサイユノ、はい、出張カフェなんですけど、コーヒーいかがですか。嬉しいです。一杯お願いします。はい、今あの引き立てなんで、はい、やらせてもらいます。お願いします。おはようございます。隣にかわいいキャラバン来ました。じゃあ透かしが入ったままです。本日は湖の近くに滝があるということでハイキングに行ってみます。山の中に現れた滝はマイナスイオンたっぷりで、想像よりかなり迫力がありました。またがここでパスタ作って、これがこうなって今あちらで揚げてくれて、揚げてくれてます。わかります。チリのファーストフードといえばエンパンナーラ、チーズと肉ミンチが入っていてとっても美味しいです。ジャンキウェコに帰ってきたらとっても暑かったので湖にダイブ。泳いでます。海のような湖です。結構人います。周りの人を見習って暑かったのでテントを立てることにしました。
ーテーションで今日は夜ご飯です。夕日とともに。あ、こんにちは。こんにちは。やってますか？食堂やってます。何ですか今日は？あ、今日はね、日替わり定食でサバの味噌煮定食ですね。サバの味噌煮定食、ご飯、サラダとビール。はい、美味しそう。昨日時間に間に合いました。おお、すごい美味しそう。あ、自分のところで食べてるの。はい、日本の味。うまい。うまい。ペロ、ダメよ。はい、お帰りください。お客様、お帰り願います。お客様、もうご飯食べたいんですか？もう閉店時間なんでお帰り願います。すみませんね。ちょっとお帰りいただきますか？はい。いい子だね。パパどこにいるの？うん。ダメだよ。ダメ。ダメ。の子だ。あなたはいい子です。あなたは。湖に沈んでいく夕日がとっても綺麗でした。今日も湖に泊まります。おやすみなさい。 Good morning。 Good morning。 なんか外でね、観光バスが来て、なんだろう、全体の方がピクニックを始めました。面白いね。今これご飯でチャーハンみたいなの作ってるんですけど、今日は私たちのキャンピングカーにリラちゃんとお母さんが来てくれました。インスタグラムにメッセージをくれて、ぜひ日本から来た私たちに会いたいということでした。もうリラ、ガト、ネコ、ありがとう、グラシアス、ありがとう。セレッソ、サクラ、サクラ。セレッソ、サクラ。ナンバースピグラ、ミノドストレス。また会いましょう。アスタルエゴ。日本に興味があるリラちゃん、来てくれて嬉しかったです。リラちゃんが好きな猫と日本を描いた絵もプレゼントしてくれました。チャオチャオ。ネイバーのおじさんたちとチャオチャオ。バイバイ。お別れして向かいます。午前中のラルタマドリーに会いに来たんだけど、今日滝に歩きに行っていませんでした。それのマウンテンの真横に来ました。まるで湖と山が富士山のように見えるオソルノ山。広いジャンクベイ湖の周りをドライブしてプエルトバラス中心部にやってきました。本当にこの街並みはヨーロッパのようです。こちらで日本から駐在員として働いている元気さんのうちにお邪魔しました。なんとどうしても食べたかったチリのアサードを元気さんが振る舞ってくれました。本格的に炭から火を起こしてソーセージやチョリパンも作ってくれて感動。チリに来て初めて友達とバーベキューできたので嬉しかったです。元気さんはサーモンを日本に輸出するお仕事をされているので、美味しいチリ産のサーモンも食べさせてもらいました。こんなにサーモンが入ったチラシ寿司を作れたのは初めてです。元気さんの家でシャワーや洗濯機も貸してもらえて大変お世話になりました。出ないの？あ、ケイちゃんこんにちは。はい、おはようございます。はい、今日のプランは？歯が痛い。あのね、うん、虫歯かもわからん。顎の方が痛くて。顎が痛い。ちょっとそれを感知してしないと旅が進めない、ね、旅出れないとってことなので、歯医者に先に行きたいと思います。はい。はい。チリで歯医者に行く。怖すぎるね。はい。プエルトバラスとプエルトモント2つの町があるので、この周辺で賢者の歯医者を探していきます。Vamos。 ケンちゃん、いろいろね、プエルトモーンの街を探し回って、はい、やっと歯医者来れましたが、今から治療です。ね、ちょっとまずはレントゲンを取ってくれるってことなので、ね、嫌がってたけどね、テンションめっちゃ下がって。レントゲン代すごい安かったね、さっき750円ぐらい。¿Cuál es la diferencia con un contrato de 5 años? ¿Y un contrato para como más acceso, colecciones? ¿Acá solamente queremos ver como esta misma zona? そうですか。お医者さんの保険を下ろすために診断ちょっと領収書欲しいですって言ったら、領収書これとデータもらって今診断書作ってくれてます、ワードで。よかったね、すごい。どういう診察された？歯医者さん行って、X-ray 撮ったんですけど、歯の問題じゃなさそうで、この上のちょっと日本語忘れちゃったけど、あの炎症起きてるらしいです、だからその上のところの炎症を抑えるためのアンティバイオティックスを、抗生物質をもらいに行くので、まあ、それで数日様子見て治ったら治っただし、治らなかったらちょっとまたちゃんとチェックが必要と言われました。
まあ、原因が分かってよかった、ね、そう、なんか英語も喋れたし、その歯医者さんと、うん、今度はそのドクターとは別のフロアにみんないるんだけど、うん、なんかね集結して一緒に協力してくれたりとか、ね、協力体制なんだよね。あれが面白い。ここがね、すごい。これ全部各フロアにいろんなドクターがいる、うん、多分私立のいろんなお医者さんがそれぞれに勤務してて、うん、医療あの各部屋が病院になっているという建物でした。そう、もうとても優しかったね。よかったね。うん、ほっとしましたね。はい、プレテリアを幾度となく行きましたが、やっと器具をゲットできる。参考一気にゲットだぜ。今ねここであの器具をわざわざ切ってくれてます。ありがとうございます。今まで何度か車とキャンピングカー部分をつなぐ金具の部分が壊れていたので予備を購入できました。ちゃんとはまるようにお店で輪っかの部分も切ってもらえて一安心。パタゴニアに行くとこういったお店がなくなってしまうので行く前に準備できてよかったです。はい、今週の買い物に行ってきました。こんくらい、これプラスビール18本買いました。これで1万円ぐらい。どうだろう、安いでしょうか。チリは食料品やガソリンなど物価が日本より高く感じました。パタゴニアに行くと大きなスーパーもあまりなくなってしまうので食料を買いだめしました。本日は元気さんからお裾分けしてもらったサーモンで夜ご飯を作ります。今日はサーモンのクリームパスタを作ります。玉ねぎを切ってホワイトソースを作ります。生でも食べられるサーモンをたっぷり投入。とっても贅沢です。チリの南部はサーモンの養殖が有名で美味しいサーモンが食べられたので幸せでした。ブラジルや日本など全世界に輸出されます。そしてサーモンのクリームパスタの完成。オソルノさんの夕焼けの前でいただきます。現地の食材をその時の景色を見ながら食べられるのがバンライフの魅力ですね。泊まっていた湖前の駐車場にはパタゴニア方面に向かっていく世界中のバンライファーたちでいっぱいでした。湖の前で伸びてきたケンちゃんの髪を切っていざ出発します。ここは寝るベッドの窓なんで綺麗にして景色を良くしようと思います。どうすかこのドライブ道。前髪がなくて楽。そしていよいよ車をカーフェリーに乗せてパタゴニアのバンライフに向かっていきます。